伏見の戦況を望遠鏡で眺めていたと言われています。日本で最後の内乱と言われるこの戦いでは、伏見の町の五香宮にも薩摩藩の屯所が置かれ、ここから東の高台にあった龍雲寺には砲台が引き上げられて、戦いの準備が着々と始められていました。 伏見奉行所には新選組の副隊長土蔵、沖田宗氏、長倉新八などがいましたが、隊長の近藤勇は伏見の隅染付近で何者かに襲撃され、負傷して大阪で療養中のため不在でした。また旧幕府軍の主力部隊として会津藩士の一団が大阪から続々 伏見の京橋に到着し、戦いのため伏見奉行所へと向かいました。正月3日の夕刻。